回はレイちゃんが勝手に同盟を立ち上げるって、何この人、一体どんな企画なの。さあ今週も始まりましたバチダン TV、 皆さんこんばんは。ちょっとやっと帰ってきましたね。びっくりしたんだ、さやちゃん今までで一番大きな声出したんだ。マジどこ行ってたんですか。ちょっとさ、こういうことをさ、その他の女の人に言われたいよね。ちょっとみたいな、なんかもう可愛さがないもんね。いや本当にどこ行ってたんですか。ちょっとねお休みをいただいて、違う、違うんですよ。何ね、よくあるでしょ、ラーメン屋さんでも、はい、今日スープができなかったから開店できませんみたいなことがあるわけですよね、うん、僕もほらスープがまだできなかったからちょっとお休みいただいて、何の、ただ今日は皆さんお待ちくださいこってりスープが出来上がっております。何の、いらないの本当に大丈夫なんでね、今日からまた、はい、ちょっとね、お願いします。はいはいはい、そしてですね、なんとですね、視聴者の方が、はい、あの投稿できる募集のあのフォームができたんですよ、やっと、はい、はい、なのでぜひぜひ皆さんね、あの URL をチェックして応募していただきたいと思います、はい、ということで早速今週の企画ご覧いただきたいと思います。どうぞ。さあ今回はビーナスギャーリー別府通店に来ております。今回ですね、なんと翔太さんがお休みということで、まあ、早速ゲストの方にお呼びしたいと思います。お願いします。皆さんこんばんは。そして改めましてこんちぱー、福岡版のレギュラーのみほです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ねえめいちゃん、さっきねめっちゃ変な人がいたんです嘘、何変な人、なんかずっと後ろからついてくる変な人がいて、うん、怖いなと思ってたんですけども、なんか何何わかんない。あ、ちょっと待って、来た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 、すいません誰でした。僕はあのノラレンジャーの主刀の相方の武雄です。あ、相方さん、武雄さんだ、やったー、よろしくお願いします。ノラレンジャー武雄です。ついついツイスト踊っちゃう、ヘイ、これどうした、どう突っ込んだらいいの、これどう突っ込んだらいいの、これあのスルーしてください進めましょう。さあそして今回の企画なんですが、題して劇的ハイリターンズ、イエーイ。まあ、あの最近ミドルスペックっていうのがすごくたくさん導入されていると思うんですけど、まあ、ミドルスペックでもねすごいいっぱい出るんだぞっていうのを今回はあの3人で検証していきたいと思うんですよ。でもハイリターンできなかったらどうなるんですか。ハイリターン、それはもうあれでしょ、ハイリターンするって企画だから、解散するしかないですよ。いや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 、だって嘘をつくわけですから、それは。いやいや早いよ、いやまだこれから、今始まったばっかりだから解散はちょっと早い。早い方がいいです、解散するの。真剣に頑張って、でもダメだった場合はやっぱスッと解散しましょうその方がいいですから。そうですね、はい、うん、じゃあもう早速行きましょうか、はい、うん、行きましょう、うん、じゃあ、うん、真剣やるでちょっと今回の実践する舞台は別府駅付近にありますビーナスギャラリー別府通店。パチンコが280台、パチスロが201台設置、最新機種を続々導入しているホールです。さあそれでは早速実践をスタート。あーあー、さあということで、今回はですね CR ガロ、闇を照らす炎、こちらの方で実践を行っていきたいと思いますが、まあ、あのスペックとしては約319分の1、そして SD の、継続率が 65% となっているんですけど、まあね、あのミドルでも本当に出るときは出るので、今日はですねそれを皆さんに伝えていけたらいいなと思います。頑張りましょう、皆さん頑張ってくださいね。これいつ使うんですか。あ、これ使うときがあるんですよ、はい、まあ、来ないこともありますけど、はい、いや触ることないかもしれないですか。触ることない、でも、まあ、ちょっと、まあまあ、はい、でも、はい、大丈夫でしょう。なんとか触りたいですね。ちょっとね、せっかくだから翔太さんに負けないように、はい、分かりました、いっぱい出してください。あ、右打ちになってますダメですね、ちょっと右打ちじゃないですね難しいですね。早速、武雄さんに赤穂流が来ましたよ。あ、いい流れ、いい流れ来てますよ。いい流れなんですか。なんで僕ここしか見てなかったんで。ダメダメダメ、演出、演出楽しまない。来ました、なんかこっからですね、はい、こっからまた発展して、なるほど、いい演出が来るともっといいんですけど、はい、
パチンコ初心者の武雄さん、まさかのビギナーズラックか。この演出いいかもいいかも。これはいい。こっからでもまだどう来るかあれですけど、まだ怪しいですね。そう、お願い。当たってほしいですね。当たってほしい。なんとかお願いします。おお、おクレジなんすか。いいよ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 、来るかも来るかも。お願いします。まずは ST に突入しないとハイリターンが望めませんよ。果たして。ボタン連打。え、まだ頑張れ頑張れ。来い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 。おー、入った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 。すごいすごい、 ST 入りました。ハイリターンはこれからなので、これからもういっぱいやりますね。うん、ここから入りたい。ね、美穂知ってる？このね、ガロを319のガロは今までほらへそにさ1個入ったら3個出てたじゃん。はいはいはい、それがこの台から4個になったの。知ってる。まあその分ね、結構 回ってね、出玉もね、うんうんうん、増えやすい。だからハイリターンしやすい。あ、そうね。そうそうそう。ハイリターンってことでしょ。だからちょっとすいませんけど、ハイリターンしてもらっていいですか。時間かかるんですよ。いや、竹尾さん早かった、めっちゃ。いや、びっくり。いや、でも回数少なくなってきましたね。やばいですよ。やばい。やばい。もう50切るとやばい。やばいですね。うわ、ちょっとなんとか。だから当たってもいいぐらい。おっと、美穂ちゃん、大チャンスじゃないですか。ここは当てて、竹尾さんに続きたいですね。いやこれは、おお、おお、おー、すごい、出てきた。マジやった。そろちゃった。これ押したかったけど、もう出てきちゃった。やった当たった当たった。やばい、やった。今日今も早い、80回ね。美穂ちゃんも早く当たりましたね。あとはね、姉ちゃんが当てるだけですね。いやいや、もういいだ。2人が出て連打してくれたら私はそれで満足。いやいやいや、チーム結成するだけ結成してさ、当てましょうよ。いいの、いいの。最後にね、ドカンとみたいな。そう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 、ね、まあそう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 。もしかしたら今日、はい、姉ちゃんのせいで解散になる可能性。いや、それが一番嫌ですから。いやいや、そんなことない、そんなことない。リーダーのためにも ST 突入ができるといいですが。止まれ。連打の疲れが叩きすぎたもんだって。力込めすぎた。残念、 ST には入らなかったね。すごい、終わっちゃった。まあそんなにうまくはいかないですよね。まあちょっと ST に入っても終わりそうな人が一人いるんだけどね。ちょっと最初だけですか。ちょっと40切ってます。やばいですよ、マジで。もうやばい、やばいです。なんとかなんないですかね。まさか、まさかの。お願いします。本当、単発はやめてください。竹尾さん、せっかく ST 突入できたから当ててくださいよ。やばい、あと10回やばいですね、これ。これやっちゃう、やっちゃった。お願い、お願い、なんとかなんとか。続いて続いて。お願い、お願い、お願い。これいけるかもしれない。お願い、長押し。頑張れ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 
残りわずかで赤保留が到来。ビギナーズラックの武雄さんが頼みの綱なのか。連チャンできないと劇的ハイリターンズは解散ですよ。今回の企画はめいちゃんが勝手に立ち上げた同盟グループ劇的ハイリターンズ。ミドルスペックでとにかくハイリターンを目指す企画なのですが、ここで SP 回数が残りわずかの武雄さんに赤保留が到来。見事に当ててください。何を言ってるんでしょうかね。一方、美穂ちゃんの時短はそろそろ終了かな。終わる。時短は終了しましたが、すぐにこれは当たるんじゃない。ねえ、また当たっちゃう。え、また当たっちゃう。また当たった、また当たった。言えちゃった、私が言えちゃった。いや、あるよ、あるよ。だって7点台だもん。いや、連チャンして私がハイリターンのチームのリーダーになって募集しよっかな。そこまでみたいな。メンバー募集。何、誰を募集するの。あー、ちょっと青なんだけど。いや、青でも大丈夫なんじゃない。そこ説得力ない。いや、でも私7点台で青でも当たったことあるもん。あー、そうなの。まあ、美穂は分かんないけど。そうそう、美穂の引きはあるから分かんないけど。いや、大丈夫大丈夫。全然見てなかった。今カメラに映ってるもん。いや、こっちのセリフ復活、復活。外れた。めっちゃショック。ちなみに武雄さん、はい、このバロはなんと1回当たると2000発出るんですよ。これ結構大きいんですよね、2000発って。2000発が出るのが、はい、だから2回当たれば4000発出るし、3回当たれば6000発出るし、でも一気に連チャンしたら、連チャンしていけばいくほど、ハイリターン、そう、いっぱい出るから。めちゃめちゃいい台じゃないですか。そうなんですよ。しかしピンチじゃないですか。これは厳しいか。ボタンボタン。もう一回もう一回。お願い。めちゃめちゃ強いやつじゃないですか。めちゃめちゃ強いやつ。わあ。あ。え、あるかも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 。あるかも。エンブレム見たよ。お願いお願い。あ、もう出てきた。あ、角も生えた。当たった当たった。当たった。やったー。やったー。すごい、本当にすごい。これはこれはないです。それこれないですか。それないです。これない当たり。わー、やったー、すごいよ。ここでやっとめいちゃんに、私にもチャンスが来ました。めいちゃんの台にも、私にもチャンスが来ましたよ。せめて私も1回ぐらいはね、リーダーなんですから当ててくださいよ。
だ。ここは当てないと。いやあ、秋山さん、はい、多分これであと10回ぐらい連チャンしたらもう翔太さんと入れ替わりになるかもしれないですよ。今7回ぐらいしてます。いや今3回です。まだ全然足りない。あ、見た。再びめいちゃんにチャンス到来。疑似連3回です。まずは当てましょう。リーダーに大当たりは来るのか。これから連チャンしていきましょう。果たして2人の結果はいかに。わー、やばいやばい。終わっちゃいましたね。4回。さあ、残りわずかだが再び当たるかな。一方、SP 突入しためいちゃんですが、2連で終了。ということは解散です。いきなり早くないです。まあ、1人7回ぐらいはちょっと欲しかったなですよね。7回行かないと入りターンではないんですよね。じゃあ解散です。決めましたから、それは。今日ちゃんと結成できてました。いや、みんな頑張った結果、全然行かなかったんで、もう解散しましょう、それは。わかりました。解散イコール、はい、まあ、武雄さんも今日でありがとうございますっていう感じですかね。いや、もうそれはもうしょうがないです。言い出したことなんで。頑張ったんですよ、僕は。解散させたくない気持ちが一番強かったです。武雄さんがもうちょっとあと5回ぐらい当たってくれたら。めちゃめちゃ言われる。めっちゃ人のせいにしてる。急遽来てこんなめちゃめちゃ言われることあります。うん、でも本当検査した時とか気持ちよかったんで、ね、でしょ。はい、個人的に行きます。うん、個人的に、はい、パチンコ好きになりました。なんとか入りターンしたいと思うので、この番組にも戻ってきたいですし。そうですね。はい、だからあいつのスケジュールを調整すれば来れますから。腹が痛いんだ。じゃあ本当にガロー今回楽しかったので、はい、ぜひね、皆さんもお近くのホールで、打ってみていただきたいと思います。ということで、以上ヴィーナスガーリーペンプ中点からでした。私ちょっと思ったんですけど、うん、視聴者の方がいろいろ応募するじゃないですか。はい、なんか特典があるとか言ってましたよね。うんうん。何笑ってるんですか。そういうこと気にするのよ。何がもらえるの。
じゃないかっていうのはすごいあるの。いや本当にさやちゃんそういうとこあるよ。よくがある、ある、なんかもらえるんですかみたいな。まあでも確かにね、せっかく応募してくれたら、まあ曖昧にされたらね、曖昧に、まあ、曖昧弁護士とかなったらなんかマジでそういう仕事向いてる気がするよ。うるさいもんそれ。ねえ細かい、本当に細かい。まあでもあるんでしょ。そうなんですよ、あのちょっとした特典がありますので、はい、ぜひねあの皆さん応募していただきたい。ちょっと待って、ちょっと待って、何ざっくりしてるんじゃない。ちょっとしたね、ちょっとした特典って何ですか。何ですか、ちょっとした特典。いやでも私の中でいいと思うのは、あ、おー結構いいぐらい余計わかりやすいんじゃないみたいな、まあ、まあでもとりあえず送っていただいて、 その辺も楽しみということで、 すごいいいのかもしれないし、はいはい、ぜひ皆さん応募していただきたいと思います、はい、お願いします。ということで今週はこの辺で、はい、また来週お会いしましょう。おやすみなさい。七揃え下皿パンパンお引越し、たくさんの応募待ってます。